森光さんのブースにお邪魔しています。どうぞよろしくお願いいたします。まず一番初めにこちらの機械なんですけれども、はい、これは具体的にどういった装置なんでしょうか。食品の、はい、例えばビールだとか、食品加工食品を段ボールでだいたい梱包してあると思うんですけど、はい、そこに賞味期限を主に表示するインクジェットプリンターです。なるほど、はい、具体的にどういう形で印刷ってするんですか。あの一度まず流してみますね、はい、おお、あ、すごい、通り過ぎるだけで印字が。これちょっと見せてもらってもいいですか。はい、どうぞ。あ、すごい、本当に機械の前を通り過ぎるだけであっという間に印字がされてるんですけれども。そうですね、これってこうどういうメカニズムというか。あのですね、はい、非接触式のインクジェットプリンターでして、普通のオフィスで使っているプリンターのインクジェットプリンターってあると思うんですけど、はい、まあ、それと同じ原理なんですが、それを産業用に私どもで、これはこのインクジェットのカートリッジはですね、はい、ヒューレットパッカード、アメリカのヒューレットパッカード製の、はい、カートリッジを使っておりまして、まあ、それを私どもが HP と OEM 契約をしまして、まあ、機械は私どもで開発しまして、はい、で製造して販売している商品です。うーん、あー、すごい、くっきりはっきりで見やすいですし、全然文字のブレもないですね。そうですね、高品位のインクジェットプリンターですので、普通のプリンターと同じように、鮮明な文字が捺印できる、インクジェットプリンターです。